この後は情熱大陸、二人の愛の奇跡。この番組はソフトバンクの提供でお送りします。なんで、あ、まあ、結婚もしますし、結婚式もしますしね。で、あの、新しい門出じゃないですか。なんで、まあ、飛び立つ音っていうイメージがパッとあったんで、思いつきで飛ぶ。青谷健、37歳。フォトグラファー。社を生業とする。株式会社ソーエイ。フォトスタジオに勤めて10年、広告やカタログなどの商業写真を中心に活躍している。その可能性は今も広がり続けている。趣味はプロレス。プロレスが人生の縮図じゃないですかね。ここに哲学があるというか、生き方、四角いリングの中で表現するということを許された者のみがそのリング立てるという、だから見る者は熱狂するんじゃないかと。大学時代には同級生とスポーツイベントサークル闇スーパーボールを立ち上げた。常にトラベリング疑惑がつきまとうレイアップシュートで一世を風靡した。22歳にして単身世界一周の旅へ。1年間の旅の間、伊藤幸男、31歳、デザイナー、アクセサリーを中心に活動している。株式会社タムラに所属、民族風アクセサリーを得意とする。その繊細なタッチは人々を魅了し続けている。趣味はプロレス。プロレスとはね、人生そのものですかね。ノアっていうチームのケンタっていう選手がすごいかっこいい。あと丸藤直道っていい選手ですね。元気づけられるというか、いけるみたいな、私も頑張れるみたいな、こう力をもらえるスポーツだなって。離されても離されても持ち上がってくる。最近は料理にもハマっている。ハイナンチキンライスが得意料理だ。焼き具合にすごい凝りましたね。
それにしても可愛い。1979年4月25日大阪府北田辺で生まれる二人姉妹の次女。幼少の頃から手先が器用でものづくりが好きな女の子だった。その可愛らしい見かけによらず力持ちで、子供の頃に壊した実家のドアノブは今もそのままだ。中学高校時代は美術部に所属していた。大学時代にはすでにデザインの仕事をすると決め、卒業後はアクセサリーメーカーでデザイナーとして活躍。現在はアパレル洋服食品ファッションアクセサリーの企画デザインに携わっている。私にとっては欠かせないものになります。もう一生続けていきたい、その職種に自分で巡り合ったというのを思ってるので、こう手で作るハンドワークのものが結構好きで、結構すぐ手の込んだものをしてしまう。でもみんなで結構作業、大量生産をするときとかにちょっと不良があったり検品したりするので、みんなで残ってやったりとかする。結構その時間が面白かったりしたっていうのはすごい思い出です。なんかワイワイ話しながらとか。なんでか。そして2002年タケルと出会う。剥製みたいなのが何体もあって、それをひたすら。2002年の冬、天満の居酒屋で2人は出会った。素直でいい子やと思いました。あいでどうしたんかな、調子乗りゃ変わったんだかな。俺ってこんなやつやねん、じゃあ君はどんな人みたいなのがすごい嫌いでもう頼むからほっといてくださいって思う。あ、この人ちょっと怖いっていうか無理やなみたいな。うざいね。簡単に言ったらちょっとうざいかもしれない。第一印象は一番悪いです。二人は友達から始まった。出会った当初価値観の違った二人だったが、友人として何度か会ううち、いつしかその距離が急速に縮まっていった。そして2007年9月、二人は付き合うこととなる。最近伊藤美どうなしてんのみたいな話になって、その時にフルが、最近伊藤美は本当元気がないから、一回ちょっと会ってあげてよみたいなことを普通にフルが言って、ああもうそんな全然会おうでって話になって、ほんで連絡して最近元気ないらしいやみたいな話になって、一回飲みでも行こうやって言って、で飲みに行ったのがきっかけ。人づたりに電話番号教えていいみたいな感じで教えて、なんか連絡があって、で何回か飲みに行って、ちょっとこうカットしてもらった方がいいと思うんですけどね。付き合ってもらう、もうこいつもやっぱ私が思った通りの最悪やと思って、でそこからメールあっても電話あっても全部無視し続けてて、
で、それで2年経ったんですよ。古田さん自体か誰か自体でめっちゃ傷ついてんでって言ってくれて、ほんでタケルさんがごめんなってすごい誠実に謝ってくれて、あ、この人は私は勘違いしてたほど悪い人ではないかもしれへん、悪い人じゃないかもなと思い出すようになってから1年2回ぐらいは一応会ってご飯するようになって、そこからいいかなと思ったけど、その付き合うっていう感じではなかった、やっぱり、うん、2009年8月には一緒に住み始めた。飯がうまい、料理がどう？よし、大体全部美味しい。まずかったことない。靴下をですね、こうご飯食べるテーブルがあって、その足のなんかちょっと見えないところに毎回靴下を隠す、か本人は隠してると思わないですけど、いつも定位置なんですよ。それをちょっとやめてほしいなと。気にしい、俺とそういうところがさ性格逆やから。出会って8年、付き合い出して4年目の秋、2010年10月25日入籍。そう、責任か、責任を感じました。正直あんまりなんかこう髪切り一枚やなっていう家族っていうのは一つのチームやと思ってて、めちゃくちゃ大事なチームメイト、二人でこうすごいいいものを作っていきたいなと思える人、そのチームをどんどんそれで強くしていきたいなっていう感じ。例えば何かすごい楽しいことが何かたくさん起こってる島があったとしたら、そこの島に向かうために二人で一生懸命船に乗って、なんかイカダをなんかイカダっていうか何でしょう、こう操作しながらとか、あっち今はこっちこっちって言って二人で相談しながら、たまに波に揉まれることもあるけど、どうやら天然のようだ。一緒の方向を見ながら、アクセサリーだけじゃなくて絵を描いてもいいし、なんか物を作ることっていうのはすごい才能のある人だと思うから、やめてほしくないなと、かな。タケルさんはいつも何かするときに私と一緒に楽しみたいという考えがあって、旅行行ったりなんか映画見たりプロジェクトプレス見たりするんだけど、そこの考えは私もきっと変わらへんし、タケルさんも帰ってほしくないっていう、か知っても旅行も行きたいしっていう気持ちはあります。青谷たける、青谷幸代、二人は出会ってからの3000日を歩き続け、3001日目をまた歩き始めた。まだ始まったばかりだ。今ご覧の皆様の中から抽選で1名様にこの番組の DVD をプレゼントいたします。お楽しみに。